王妃美術館は石川県金沢市橋場町にある個人美術館である。王妃やき歴大作品を中心とした茶道具類の展示をしている。隣接する王妃ギャラリーでは王妃東野菜11代王妃長座絵門の作品等の販売も行っている。開館は1990年秋。王妃長座絵門用の敷地内に位置する。 初代長在門から現代に至るまでの王妃焼き歴大作品だけではなく、これまで訪れた文化人や芸術家が王妃工房で制作した作品などを展示している。現在、名誉館長は王妃東野祭で、館長は十一代王妃長在門。常設展示を行う三つの展示室を用し、第一室では初代長在門と裏千家四世、戦争創出の作品を 第二室では、王妃焼き歴代の作品を、第三室では、王妃家と関わった文化人や芸術家などが残していった作品や資料を公開している。その他、時期に応じて、当時芸術に関する特別展を開催している。1993年に併設された王妃ギャラリーでは、王妃東野菜、十一代王妃超在門作品が購入できる。茶室、 年々案では、抹茶と和菓子を足しなむことができる。美術館の外壁は、10代、王妃長左衛門作の陶壁。前提風庭は、弟子河原博氏の設計。ミシュランガイドでは、個人美術館では、例のない一つ星の認定を受けている。2014年春、建築家、熊健吾の設計により、ギャラリー、茶室などが大規模にリニューアルされる。 今までの重厚で単調だった鉄骨空間を改め、竹や和紙などの地元の自然素材を巧みに取り入れた現代的縄の空間として生まれ変わった。千住博による襖や堀木恵里子の和紙照明など新しい茶室空間の提案を行っている。王妃ギャラリーでは王妃東野祭、十一代王妃長左衛門が制作した作品、また、 両者のプロデュースによる新たな提案が展示されている。茶室、年々案では、歴代茶案で抹茶を喫することもできる。同年11月29日、名鉄、エムザ、黒門工事にて、大日美術館のアンテナショップもオープンしている。石川県金沢市橋場町2の17、JR 西日本金沢駅から徒歩、約25分。北鉄バス、橋場町下車1分。 ありがとうございます。